そういえば、須田くんが、二の国の映画の主題歌、決まってましたね。すごい、素晴らしい。新曲楽しみだな。全然違う方に話しとんだけど。神山くん、最近何してんのかな？なかなか新曲出ないなって思いながら見てますけど。新曲楽しみっすね。何もない。
時代、今だ今だこの揺れのような毎日だ。途中でふざける病気やめたいな。普通に今発作出たわ。深夜にふざけたくなる発作が急に出た。ですよね、レコーディング用に新しいアンプ。ちゃった。そもそもアコギで弾けねえ。チョッキングがアコギできないし。
そ僕の全部か取れよ、コード忘れちゃった。いっそ僕の全部か取れよ。君にあげたいのにさ、コード。さよならの時間はわからないようにするから。朝から晩までずっとピアノ弾いてますね。最近はピアノ弾いてインストとか作ってます。最近だ気が狂ってくるんですよね、ずっと同じことしてると。蚊がいるな、嫌だな。窓から入ってきたのかな。蚊は嫌っすね。蚊取り線香炊きたいな。蚊取り線香炊くと部屋の中に匂い移るし嫌だな。小さな穴が開いた、この胸の中心に一つ雪の街を塗った。夜まがいの夕暮れ、忘れたいのだ忘れたいのだ忘れたいのリボめきた空に君を描き出すだけだから、心に穴が開いた、埋めるように鼓動が鳴った。君への言葉も口を開けば大体言い訳だった。だから心に穴が開いた、降る雨だけぬるいと思った。作ろうって作ろうって作ろうって、顔のない自分だけ。少しずつ穴の開いた木漏れ日の森で眠るように、深海みたいに深く、もっとまどろむように深く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 。夜をまとった目を奥に突き、明かりを見るまで。君の心に穴を開けた、音楽が何だって呼んだ。ただ口を開け、たまったままなんて一生報われないよ。忘れたいことが多くなって、諦めばかり口に出して、つまずいてつまずいて転がって、土の冷たさだけ。
人生になりたい、僕の人生を書きたい、君の残した詩のせいだ、全部音楽のせいだ、君の口調を真似した、君の生き方を模した、何も残らないほどに、僕を消し飛ばすほどに残ってる心の穴の奥に住んだ、君の言葉にすがりついた、でも違うんだよもうさようならだなんて一生聞きたくないよ、忘れたいことが多くなって、これから僕だけ年老いて冷め切って明るい君だけが僕の音楽なんだよ baby、 だから心に穴が開いた、その向こう側に君が住んだ、広がって広がって広がって戻らない穴を開け、愛と僕だけ日々を爆破して、心と爆破して、ずるいよ優しさってやつちらつかせてさ、ずるいよ全部この部屋を爆破したい、夢かなきゃ生きられない、だから今さよなら吹き飛んじまえ、嫌いのリフスキっていうコメントを目にした今永遠は嫌い、なんかテレビで昨日か一昨日ぐらいに上白石さんがスタジオライブしてたのかな、なんかそんなものを目にしました。いい歌してますよ彼女、すげえ上から目線だな、あのいい声してますよね。あの君の名のミツハの声優じゃないですか、僕それまで知らあんま知らなかったんですけど、だから仕事の話が来た時に、あ、
あの人かと思って、あの声かと思って、あのラットの何でもないあのカバーいいっすよ、普通にめっちゃいい、普通にあ、そうだ、だから天気の子が今度やりますよね。楽しみだな。見に行きますよ、服。その日、普通に、仕事入ってた気がする。でも、19とかですよね、確か。だから、ちょっとしてからかな。19、なんか入ってた気するんですよね。この間、僕よく怖い夢見るんですけど、明け方に寝ると、なんか変なマンションの中でめっちゃお化けとかやばいやついて、でそっから逃げ出そうと思って窓を割って逃げ出したんですけど、下降りてマンションの駐車場のところでドフラミンゴに追いかけ回される。オチでしたね。ドフラミンゴは警察連れてました。捕獲されて終わりましたね。多分あの後、幽霊マンションに戻されるんだろうな。ドフラミンゴ何者なんだよっていう。幽霊マンションの支配人とかなのかな。ドレスローザ帰ってほしい。多分そのドフラミンゴが出てきた理由が、この間なんかネットをちらっと見た時に、歌舞伎町にドフラミンゴのコスプレした男が出たみたいなやつ見たからだと思いますね。確実にそれだ。脳みそめっちゃ単純だから僕。それっすね。正確に言ったらドフラミンゴのコスプレをしたあのおじさんに捕まったんでしょうね。この間ビリー・ジョエルの87年ぐらいに、87年かな、確か。87年の、モスクワでやったライブアルバム聴いてたんですけど、あの頃めっちゃいいっすね。すごい若さ溢れてる感じ。溢れてるってか、まあちょっとめっちゃベテランに入ってますけど、すでにもう、でも2、30代なのかな、その頃。デビューから結構経ってますよね。なんかデビューしたての頃って結構勢い溢れてる感じで、めっちゃライブアルバムいいじゃないですか。そのモスクワ公演のやつは結構好きなんですよね。なんか今のすごい渋くなったニューヨークステーツオブマインドとかもめっちゃいいんですけど。って言っちゃったな今。
ストレンジャーいいアルバムですよね、あれ。ダンスタイルがめっちゃおすすめですね。あそこら辺の有名ですけど、有名、まああんま代表作っていうアルバムじゃないけど、まあ放題が何なのか分かんないけど、放題あの頃のあの頃のあなんか洋楽アーティストの放題ってマジで、なんだろう、日本語でダサく改変されてるのが許されないですね。普通に英大の方しか覚えてない。オネスティスコいいですね。オネスティスチャンネル、どんな進行なんだろう。起きねえな。はあ、コメント見よう。あ、英語。What a nice feeling to be。 あ、ナブナさんが言ってることを理解できるから嬉しい。で、グレンズさんってなんか。いつも聞いてくれてる人ですよね。して、あの、海外の方だ。ありがとうございます。すごい海外勢の方々が、すごい微笑ましいやり取りをチャットでしてる。いいな。結構聞いてるんですよね。なんかヨルシカは海外の人好きってくれてる人多いから嬉しくなりますよね。ジョニー・ウィンター好きってマジか。マジっすよ。ジョニー・ウィンターは何がいいって、何がいいでしょうね。まあ、普通に歌声もいいですし、あのめっちゃブルースのスタイルもいいですしね。何が良かったかな。あのそれこそキャプチャードライブか、あのライブアルバム結構好きなんですけど、あのその中でもそのキャプチャードライブっていうライブアルバムはめちゃくちゃいいですね。ディ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 ン、パチ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 、ジョニー・ウィンター、ディディディンみたいな感じで始まるやつです。あとなんだろうな、だから一時期普通になんかファイヤーバードとか買おうと思ってたんですよね。さすがに合わないなと思ってやめましたけど。
ブルースカバー、めっちゃブルース中心にカバーしたアルバムで、名前忘れちゃった、やばい、ど忘れした。Nothing but the Blues みたいなやつ。あ、そう、Nothing but the Blues。このアルバムはいいアルバムですね。懐かしい、聞いてたな、俺。ブルースハープソロがめちゃくちゃかっこいいっていう。なんで普通に鑑賞会始まっちゃった、やめとこう。これなんだったっけ、マディーボーターでも同じフレーズあったよな。なんだったっけ、めっちゃ聞き覚えあるんだよな。IJKL M マディワタ、なんだったっけこれ。このアルバムじゃないかな。あ、悔しい、思い出せない。
のソロ好き、ブルースハープ買いたいって思った。これ聞いて、やっぱロングトーンが似合いますよね。なんかに言ってるんですよね。まあでも普通にブルースの定石フレーズだから、なんかいくらでもあるでしょうけど、めっちゃ普通にブルース鑑賞会してた。深夜のラジオ感、異国の酒場感。ブルースはすげえそこら辺いいっすよ。なんか何も考えずに日曜の朝とか、どっかなんか朝明け方の深夜とかにパパッとね、スピーカーとかラジオとかで流してな、頭使わずに聴く音楽やと思ってるの僕。ロックンロールもそうですけどね。ジョン・リー・フッカー、え、懐かしい。あ、そっちかも。そっちかもしれない。あ、そうだ、これだ、ブンブン。お、よくわかったな、コメント。ドゥルルルルルルル。いやめっちゃすっきりした。ありがとうございます。ありがとうございます。懐かしいな。やば、若かりし頃をね今思い出しちゃった。高校生ぐらいの頃かな。何年前だ、だからまし5、6年ぐらい前かな。ずっと弾いてたな。あ、コメント見ない間にめっちゃ進んでる。コメント全然見ないから皆さんすいませんね。なんかいつも普通に僕は勝手に喋ってるだけだから。あ、ジョン・リフッカーオタクがいらっしゃる。彼もめちゃいいっすよね。曲もいい、曲がまずい。懐かしいな。
あの頃のブルースってなんであんなにもなんか懐かしい匂いがするんでしょうね。テラスハウスはまだ見てますか？いや、たまに見てますよ。いや、面白いね。テラスハウス。これ僕、テラスハウスの話すると性格が悪いところが見えるからね。あんましないようにしてるんですけどね。こういう人間がいるんだなって思いながら楽しんでます。しような。蚊がいるんだよな。東京来て全然蚊見なくなったの覚えてます。僕、蚊はな、岐阜に住んでた頃はめちゃくちゃいましたからね。で、僕の、部屋の窓が壊れてたんで、ナスキもなんか起きなかったし、めっちゃ入ってくるんですよね。ただでさえ山の中なのに。もうだいぶ歌う気がなくなったから、なんかコメント見てなんか話しとこう。エレキ聞きやすー。やっぱエレキなんだよな。どんなでしたっけあれ。チューニングやば。みたいな感じの曲を作った気がする。何だったっけ、何の話だかな。ピーナッツくんの着ぐるみ可愛かったですよね。
ナルナさんロックとかブルースのフレーズ弾いてるの新鮮って、よくコード進行に騙されてるだけで、よく聞いたらそういうのばっかっすからね。現代この大好きなコード進行に合わせてるだけっすよ。多分全部なんか A とかキー合わせてずっと A ワンコードだけでやらされたら、ずっとそういうフレーズばっかです。あんますごいね、独り善がりなプレイをしても意味がないからね。8月何がしつき上がり、どんなやつってあれでしたっけ。前ツイッターにあげたやつは、なんか言うのも変だな。まあいいや。させてください。もうギターのリフ同じでしょ。次のアルバムの曲です。ギターのリフ同じだからわかるでしょってだけです。今日はもうたくさんギター弾いたから満足。終わり。メタル好きだったりします？昔多少聞いてたな。それこそノルディックメタルみたいな感じだったら、ノーサーとかね、よかったな、あのバンドは。れ？そう、ノーサーのボーカルだったっけ？チルボドに入ったの。びっくりしちゃったんですよね。ちょっと待って。何だったっけ？なんか最近、最近ってか2、3年前ですけど、なんかありましたよね。何だったっけな。まあいいや、忘れちゃった。
なんか、あ、お疲れ様ですってめっちゃコメントあるから、すごい、いつの間にか配信終わってたのかと思っちゃった。めっちゃ普通に調べちゃってるけど、いいかな。ごめんなさいね。すごい時間だな、もう。あ、そう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 、ギタリストだ。ダニエル・フレイフェリーが、なんか、まあ、どっちもズクズク弾いてるけど、ギター、やばいギターの方が、チルボドに入ったんだよな。2016年、3年前か。懐かしい。へえ。なるほどね。あ、すっきりした。まあいいや。夏だから食べるものはありますか？ナイス。ないですね。ダメだ、そんなん何時に出るんすか？これ息抜きしたって思ったら、その後また曲作って眠くなったら寝ます。ノーサーのギタリストがチルボドに入ったんですよ、3年ぐらい前に。青空の下君を待った風が吹いた証拠、昼下がりを泣き出す想像ね、これからどうなるんだろうね、進め方教わらないんだよ、君の目を見た、何も言えず僕は歩いた。青春なんてつまらないし、やめたはずのピアノ、机を弾く癖が抜けないね、将来何してるだろうね、音楽はしてないといいね、困らないでよ、心の中に
突然を引いてもどうしても消えなかった。今更なんだからなの、思い出すな。間違ってるんで分かってないよ。あんた人間も本当は今世界も苦しさも人生もどうでもいいよ。正しいが言えないのはって防衛女だ。考えたんだ、あんたのせいだ。わからないか、本当に年老いたくないんだ。いつか死んだらって思うだけで胸が空っぽになるんだ。将来何してるだろうって大人になったら分かったよ。何もしてないさ。幸せな顔を知った人が憎いのはどう割り切ったらいいんだ。満たされない頭の僕の化け物みたいなネット感。間違ってないよな。なんだかんだあんたら人間だ。愛も救いも優しさも根拠がないなんて気が悪いよ。ラブソングなんか書いたいのだって防衛女だ。どうでもいいか、あんたのせいだ。生きてるだけでも苦しいし、音楽とかも分からないし、歌詞とか適当でもいいよ。どうでもいいんだ。間違ってないだろう。間違ってないよな。間違ってないよな。間違ってるんだよ、分かってるんだ。あんたら人間も本当は愛も好きも優しさも人生もどうでもいいんだ。正しい答えが言えないのはって防衛女だ。どうでもいいや、あんたのせいだ。売れることこそがどうでもよかったんだ。本当だ、本当なんだ。昔はそうだった。だから僕は、だから僕は音楽をやめた。おやすみなさい。またね。